アメリカン航空1420便オーバーラン事故とは、1999年6月1日に、雷雨の中を、アメリカ合衆国アーカンソー州、リトルロックのリトルロック、ナショナル空港に着陸した航空機が、滑走路をオーバーランして着陸島に衝突し、搭乗者145人の内機長と、乗客10人の11人が死亡した事故である。 同系機の MD-82 アメリカン航空1420便は、中部夏、時間20時28分に出発し、21時41分に到着する予定だった。しかしその地域の悪天候のために、フライトに使用される予定だった機材が、ダラスフォートワース国際空港に到着するのが遅れた。 アメリカ国立気象局は1420便の予定飛行経路に沿って猛烈な雷雨が発生したことを示す航空気象情報を発行していた。航空会社の方針でパイロットの勤務時間は14時間に制限されていた。1420便は担当する乗務員の最後のフライトだった。服装重視は1420便が23時16分までに 出発できなかった場合は運行することができないことを航空会社の運行管理に通知した。会社は機材を別の航空機に交換し、同便は乗員乗客145人を乗せて2時間遅れで22時40分に出発した。アメリカン航空の運行管理は22時54分に、 リトルロック周辺の天候が到着に支障をきたす可能性があることを示すアコアーズメッセージを乗組員に送った。運航管理は可能であれば嵐より先にリトルロックナショナル空港に着陸するように提案し乗組員はこれを了解した。飛行距離は比較的短いため大丈夫だろうと思われた。航空管制は23時4分に 目的地のリトルロック、ナショナル空港を含む地域に猛烈な雷雨を含む気象情報を発行した。乗務員はリトルロックに近づいている間に嵐によって発生した雷を目撃した。1420便が何らかの理由でリトルロックに着陸できない場合は、ナッシュビル国際空港とダラスフォートワース国際空港が代替空港に指定されていた。 しかし乗務員は、天気予報について検討し、アプローチを迅速に行うことの重要性について、話し合った。しかし着陸が近づいてくるにつれて、嵐が発生し、強風と大雨が1420便を襲った。次第に機体が揺れ始め、操縦が困難になった。着陸は、目前となっていたが、機長は、暴風が激しくなることに焦っていたようである。 リトルロックの航空管制は、最初は滑走路22リットルへのアプローチを予定していると1420便に伝えた。その後管制官は23時39分に、ウィンドシアの警告と風向きの変化を通知した。その結果、機長は、着陸時に向かい風になるように滑走路04、R への変更を要請し、目視によるアプローチが許可された。 1420便はすでに空港に近づいていたので、一旦空港から離れてから滑走路 04R に向かわなければならなかった。このため1420便は数分間空港から離れていたが、航空機の気象レーダーの視野は狭く、前方に視野があったため、乗組員は旋回の間は空港に近づく雷雨を見ることができなかった。1420便が、 滑走路 04R に近づくと、副操縦士は滑走路を見失ったことを管制に連絡した。管制は、軽機着陸装置を使用しての滑走路 04R への着陸を許可した。乗組員ができるだけ早く着陸するために急いだ、ことで、着陸前のチェックリストを完了できなかったことを含む判断ミスを招いた122。これは、乗組員が、 チェックリストの複数の重要な着陸システムを見逃したという点でイベントの連鎖において重要な出来事だった。乗務員はオートスポイラーシステムを設定しなかった。これは着地時に自動的にスポイラーを展開する。乗務員はオートブレーキシステムもセットしなかった。オートスポイラーとオートブレーキは濡れた滑走路で特に強風にさらされている時には 滑走路内で停止する能力を確保するために不可欠である。乗務員はまたフラップを着陸時の設定にしなかった。しかしこれには航空機が1000フィート以下に降下した時に副操縦士が気づいてフラップを40度に設定した。1420便が到着する前の23時49分39秒に完成が 最後の天気予報を出し、空港の風は330度で25ノットになったと報告した。この風は、視界が低く濡れた、滑走路での MD-82 のオー風の、限界値の20ノットを超えていた。強い横風と2つのウィンドシアの報告があったにも、かかわらず、機長は、リトルロックへのアプローチを取りやめる代わりに、滑走路 04R へのアプローチを継続することを、 決めた。1420便は23時50分20秒に滑走路に着地した。車輪が設置してから2秒後に複操重視が着地した。滑っていると述べた。乗組員がオートスポイラーを設定しなかったので、スポイラーは着地時に展開せず、乗組員も手動で展開しなかった。スポイラーは翼状の気流を乱して、 翼に揚力が発生しないようにする。これにより機体の重量が着陸装置にかかる。スポイラーが開いていれば1420便の重量の65%が着陸装置にかかったが、スポイラーがなければこの値はわずか15%に減少する。着陸装置の負荷が軽ければ航空機のブレーキには航空機を減速させる効果がなく、四百二十便は 滑走路を高速で走り続けた。機長が逆噴射をあまりにも多くかけすぎたので、航空機のラダーと垂直安定板の効果が低下し、方向の制御を失った。135から136オーバーランした機体1420便は、滑走道端を越えて、さらに800フィート走行し、セキュリティフェンスと、軽機着陸装置のローカライザーレーンを壊した。 続いて滑走路22リットルの侵入塔を支えるために建てられた構造物と衝突した。侵入塔はアーカンソー側まで伸びている。通常はこのような構造物は壊れやすく、すなわち衝撃で切断するように設計されているが、侵入塔が不安定な川岸に設置されていたため、頑丈に固定されていた。壊れにくい構造物との衝突によって航空機の 全部が潰れ、操縦席から客席の最初の2列までの胴体の左側が破壊された。航空機は複数の大きなブロックに分断して川岸の手前に停止した。乗客乗員145人口基調と10人の乗客が死亡した。これには事故から2週間以内に病院で死亡した2人の乗客が含まれる。副操縦士と 4人の客室乗組員のうちの3人と41人の乗客が重傷を負った。客室乗務員1人と64人の乗客が軽傷を負い、24人の乗客は無傷だった。事故機能機種部分国家交通安全委員会は、この事故の原因が強い雷雨とそれに伴う飛行の危険性が空港エリアに移った時に、 乗組員がアプローチを中断しなかったことと着地した後にスポイラーが展開したかどうかを乗組員が確認しなかったことであると決定した。事故に寄与するのは以下である。ありがとうございます。